肥沃な大地から伸びた木々は広い青空に向かい高くそびえ、人々は夢や希望を語り合い、さらなる高みを目指し未来へと進んでいく。降り注ぐ日光と雨に育まれた台湾の古都台南の豊かな地にて、85年間成功大学はこれからを支えていく優秀な才能あふれる人材を育成してきました。成功大学は深く真理を追い求め、正直にそして誠実であれという校訓のもとに、質素で真面目な学習環境が整っています。徹底した基礎教育課程と専攻の枠にとらわれない自由な教育プログラムを実施し、高等教育機関の使命として台湾全体のさらなる発展のためにも、これからの社会を担っていける人材の育成に全力を注いでいます。同時に大学創設当初より産業界や文化界などと協力した研究にも力を入れており、全国の高等教育界のみならず国際的にも高い評価を受けています。今後はさらなる高みを目指して、新たな産業やそこに見合った人材の育成に積極的に挑戦していきます。成功大学をパイオニアにをスローガンに、台湾でグローバルな視野を広げ、知識を深め、次なる時代の先駆者となって新しい世代を導いていけるような人材を育てていくため、最先端の研究開発を通して設立された幅広い分野を学べる当校オリジナルのプログラムを提供しています。また旧学部の学部同士の交流を通して、人文、社会、科学技術、理工、医学、すべての分野を取り入れた成功大学オリジナルのカリキュラムを武器に、専攻や学部の枠を取り払い、大学や各学部の多様的かつ国際的な発展だけでなく、幅広い知識を身につけた新時代にも対応できる人材育成を目指しています。成功大学のキャンパスは各学部や学科同士の交流や協力を円滑に行うためまとまった設計になっています。また当校の芸術センターと地域コミュニティ間の協力により、積極的にキャンパス内に芸術を学ぶ環境を整え、学生に勉強だけではなくさまざまなことに興味を持ち世界を広げるよう推奨しています。200を超える学生サークルでの活動も、教室を飛び出しリーダーシップやチームワークを身につける学びの場となっています。成功大学はルーツである台南の歴史、文化や遺産を尊重し、無限の可能性を信じて日々高みを目指して進んでいます。校内にある博物館には今までの歴史を物語る貴重な資料が数多く保管されており、初心を忘れぬよう自らのルーツである過去の歴史を後世に伝えてきました。1931年より当時は台湾全国から学生が集まってきましたが、現在では台湾のみならず世界80カ国からの学生も迎え、国際的なキャンパスへと変貌を遂げました。成功大学は創設以来地域に密着した環境づくりを重視しており、本校と台南市は過去、現在、そして未来も共に歩んでいける強い信頼関係を築いてきました。産業、マネジメント、教育、
研究などの分野においても、台南市の各業界と学生の連携によって生まれた新たなアイデアをキャンパス内のみならず、地域にも還元していくプロジェクトも行っています。また、教授陣と生徒の共同研究プロジェクトでは、研究の成果を地域の発展に応用し、地域との関係をより綿密なものにすることにより、境界線のないキャンパスとして、地域への貢献にも力を注いでいます。未来の成功大学が目指すもの、それは競争力を備え、未来の発展への使命感を持ち、身につけた知識や技術を社会に還元し、世界で活躍または貢献できるような人材をこれからも輩出していくことです。次なる台南の、いや台湾の誇りとなる人材はあなたかもしれません。